どうもこんにちは、なっちでございます。本日は12月ですね。11月って言おうとしました。12月の5日です。昨日の18時から悪魔チャレンジなるものが来ております。前も神チャレンジみたいなのありましたよね。称号的に4文字とかはできないから、ドラゴンとかはできないとして、体力とかもしかしてある。今後体力っていう称号いいよね。逆にいいっすよね。というわけで、悪魔降臨ラッシュ行ってみたいと思います。なんか噂によるとそんな難しくないらしいんですけど、まだ先があるらしいね。今回の目玉キャラクターはこちら。この前強化されたテュオレですね。この子見てください。10コンボ強化、実質3つ。実質ってか3つ。無効感2つに加えて悪魔、大丈夫？すいません、こっちの話です。パソコンのなんか充電が消えるみたいな音がしたんでびっくりしました。悪魔キラー3つ。それに加えて武器でもう1個、副属性も変えちゃう。これはもうゴリゴリ。この笑顔で悪魔ゴリゴリぶっ飛ばしていきますよ。ただね、ヒーラーなのにまずいよ。ヒーラーなのにジョセフが溜まっちゃってんの、これまずいよね。比較期間ね、2ターンってなんやねん。溜まってないやないか。全然これはヘイストをつけてこないと何も始まんないってやつだ。いや待って、きっついよこれ。アーミルとかに懐かしいモンスター出てきましたね。聴覚生がね、この二人しか選べなくて、もう、やり尽くしてんだよな。いやでもこれを変えるわけにはいかんのよ。のよ。いや、きついかもしれん。今回は勝ててもさ、この上があるんでしょ。ちょっとこの初動が変身できないのもまずいっすよね。まあまあ、ここで木は出せるんで、この激減も張りつつ、5個で、シーハルク側は、あれだから、あれできるから、操作時間5秒まずくて、5秒うざいな。5秒先生うざいな、これ。一旦これで耐えたいんですけど、ドドッ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 ド、結構強い。おい、勝てるか、これ。6つ。よーし。無茶ある。ならマリエルも使わない。耐えろよ。頼むぞ。70% 軽減入りますからね。いやでもさっきさ、そうだよね。強くない？どうする？開幕ティオレぶち込みの、こっちかいいの。で、なるべく木は取っときたいわけじゃん。こんな感じで木取っといて、さすがにこれならね、受けれますよと。OK。どこ使ったれも。スキル進化しまーす。で、吸収してるんで、殴っても大丈夫。あ、これ指短いの覚醒無効か。そうかそうか。それがあったのか。うざ。パソコンずっとなんか、フォン、フォン、フォンっていうのうざいんだけど。寿命かな。すいませんね、伝わらない話をしてしまって。ずっとなんかね、電源がこう何度も切れるようなね。これ回復間に合うんかな。次先生とかあったら知らんよ。突っ込んでみよう。ほらぶち込んだれ。18コンボ。まだノーチェスは変身していない。あー、副属性硬くない？嘘でしょ。殴ってこないけど、そう殴ってこないね。ありがとう。とはいえ回復出したいよ。とはいえ、あえてこのまんま殴るわ。ここでシーハルクは危険、二色人は危険と判断。でもさっき無効感組んで倒せなかった相手倒せるんですか。10コンボ強化とかで頑張ろうね。まあ、超重力とかあるわけじゃないんでね。なんでこんな硬いんだ。うわぁ、お前も悪魔か。合ってねぇ。背景に合ってねぇ、お前。お前、そんなレッドカーペットみたいなダンジョンにいる面ではない追い打ちが必要です。つまり、ここも二色陣を使うわけにはいかなくて。よし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 。さすがにな。さすがに倒せんとな。で、ハルクまだ変身してないんだよ。
なめぷすぎない我々で、ここで変身させつつも、いや、ここでマリエルはね、まだ違うんですよ。二色人なんで、こんなん組めるんで、4.5 ですけど、ちょっと怖いですけど、4.5 か。いや、さすがにでしょ。これ組めなかったら引退だわ。まあ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 。許してや。21コンボ参ります。それさ、来るよね。そうだよね。終わったのでは？まあ無理だよね。お疲れ。絶対にアシストを変えるべきだよな。そうだよな。ここスキブにしたとこで初動がきついから、射線終了です。最高火力、せめて副属性は変えたい。でヘイストがあればいい。バッケスじゃなくてなんかない？花火でもいいけどね。もう無難にモリリン、ブナモリ。さすがにさ、このダンジョンに勝てないはさ、笑えないって。笑えないよね、多分。簡単だったなとかみんな言ってたからさ、笑えないよね。ギリギリ溜まってないんですね。なかなかしんどい。そもそもここがスキブを稼いでないのが辛いな。絶対そうだよな。絶対そうっすわ。いや、まあ、範囲としてはハルクが変身してなかっただと信じたい。言うてもこの状態でも火力出るんだけど、まあその最高火力を出せる状況ではなかったよねってのが敗因だったと信じたいよ。さすがに今の貴族性で最も熱いと言っても過言ではないパーティーではあるので、ピオレを編成してダメでしたなんてことは許されないんですよ。さあぶちのめすよ。今度は一応ワンパンいけなくはないはずだから、もう今回はマリエルも使っちゃう。2枚使ってマリエルも使っちゃって、さすがにじゃない？無効感プラス 4-3 だぜ。全どこどっこいしょ。どこいしょ。火でもないのに耐えたって怖いね。ここから先生あったらもう超性格悪い。うわ、懐かしい。すげえ懐かしいキャラいるじゃん。本当になんか悪魔タイプの降臨キャラ詰め合わせたみたいな感じね。なお、捨てはモリモリ。いや、ノーチラスはね、あえて使わない。いつものあれ、どっかでルーレット来るんじゃねえよみ。いや、でもこいつはさすがに硬えか。95は怖いわ。使うわ。95% 減にビビった男。さあ、無効感プラス33でこの硬さ。待って、それリダチェンじゃない？あ、耐性あるんでした。あ、しかも耐性なくてもね、わらっていう結果でしたね。じゃあな、足でか親父。こいつはでもまださ、頑張った方だよね。降臨の中では。なんかあの、降臨キャラが多少強かった時期に実装された気がするんで。お前がここにいんのか。ボス誰なんだろう。結局そのクリアしたみたいなリタルトしかね、あの、X。旧 Twitter ね。旧 Twitter でしか見てないんで。結局ね、あの、ボスが誰か分かってないんですよね。ドロップもしないし。で、ここでブブを消化した。いや、メフィストなんだっけ、なんたらいるでしょ。まだなんだっけあいつ、メフィストなんだっけ。は？お前降臨じゃないやん。え、こいつって降臨キャラなん？こいつって落ちるん？この前ガチャから出てきた気がするけど、こいつって多い、多いって耐性ないのか。こっちのセリフだわってみんな思ってるわな、きっと。お前が耐性積んでねえんだろうがって。左遷。てか、超暗闇やん、やば。やばいよ。こんなんでいいんじゃない？一旦盤面きれいにしよう。悪くない。ダメージも悪くない。これ、小重力ないからめちゃくちゃ硬くしたんだな、敵を、きっと。
そういうことやろ。やってること変わってないからね。じゃあつまりはわかります？防御力高いんだったら、まあガドブレとかいう選択肢も生まれてきますけど、どっちなんだろう。 HP がとんでもない量になってんのか、防御力がアホみたいに上がってんのか。でもダメージ的には、いや硬そうか、5億ぐらいありそう。出た牛くんじゃん。え、もしかしてメフィストいない？吸収。いやこいつワンパン無理だって。お邪魔消せないとかよ、そのさコンボやめてよ。コンボ前の階層の相手と協力しないでよ。いやそもそもだぜこれ。そもそもさ吸収無効を使うとこでワンパンできないと思うんで。いや色とか変わった気がするんだよな。こいつと戦った記憶は降臨ダッシュでしかないんですけど、絶対どっかに木あるけど、しゃあない。病院じゃなくて、ダメージ入んなくて、うざくて、いや、変わんなくて、そうっすか。てか、痛いっすね、ダメージが。まあ、ノーチラスも使うし、まあ、いっぱい使っとくわ。そうでしたわ。ここで殴るかと思ったけど、マリちゃんはもう一旦かかるんでしたね。無効化する意味もなかったと思うけど、多少ね、消えたね。裏、たまんないね、まだ。さあ、殴ってみたのコーナー。結局これさ、結局これさ、なんだよね。もう最悪。もう最悪。最も悪。ああ、もうこれだってさ、あれも無理だぜきっと。回復させるわ。さすがにそういうシステムやろう。回復するなら回復するで、倒せるんだったら倒せるでお願いっていう、無効感組まないスタイルね。短いんだ。そもそも無効感狙えるような秒数じゃなかったんだ。まあ回復するわな。うん、でもいいわ。それでもいいわ。発狂しんもんな、さすがに。あ、いいよいいよいいよ。もう一旦付き合おうぜ。で、これで発狂するなんて、そんなね、一応ボスだからそんな頭悪いキャラクターじゃないっすよね。仮にもボスを務めていたはずですから、降臨では。そんな5ターンで倒せませんでした、さようならみたいな。AI はしてないわな。はい、さようなら。いやむずいってこのダンジョン。忘れとったって危ないって。今繋がってなかったら死んどったって。ミスったパズルで死なないでもらえます？お前かバカじゃねえの。ねえダメだってそれ。対策はあるんですけどね。対策はあるんですけどね。こちら。ノーチラスを今使う意味はない。あ、6って書いてある。優しい。時間があるよ。我々には。これアシスト返ってくるんで。あ、そうか。アシストに L 字がついてたから、そうかそうか。そのターン、ダメじゃん。アシストで L 字稼ごうっていう作戦はさ、通用しないじゃん、そもそも。アホですね。ちょっと考えればそんなことわかんのにね。アシスト剥がされてんのにアシストに L 字つけて対策しようなんて考えちゃうおバカなプレイヤーです。お前行動ターンが変化したとか言うなよ。絶対言うなよ。絶対だぞ。威嚇入るんだ。ますます怪しいわそんな。はい、何怒りでって。もう何でもいい。怒ったら何をやってもいいと思ってる。陰謀とか言っとるし。きったね。おい、非属性で 75% やんなや。おい、ふざけんなよ。どこまでも、どこまでもだわ。本当にどこまで我々をいじめたら気が済むんですか。もうこんなんでいいわ。どうせ倒せんもん。さすがに倒せん。
こんなごっつい見た目のやつ。持続性70も硬すぎ。地獄への扉。バーカ。俺はバカですね。アビス、危ないって。強いって。普通に。やばいって盤面。マリエルだわ。マリエルチューレも使って炎破しても倒すわ、これ。倒せんかったらわしの負け。簡単なお話。はい。はい。はい。さすがにじゃない。半分削ったしね、最初。危ないって。誰簡単とか言った人。むずいって。まあ最初から真剣なパーティーでやってれば、危ねえぐらいでクリアできたかもしれんけど、ちょっとサブで遊ぶとまずいよ、これ。はてなはてなはてな、超重力。何はてなはてなはてなって。まあこのティオレをうまく使いたかったんですけど、むしろ初動の足を引っ張っていたっていう。あ、でもティオレが追い打ち持ってるから、ここの武器は変えれんのか、こっちか。ちょっとじゃあ次回は、武器工夫して、はてなはてなの方も勝てるように、頑張ってみようと思います。というわけで以上、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたのゲームチャンネルじゃないからね。ということで、ナッツでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。